おいでナンシー、バーチャルオイラン夕霧でございます。今日はちょっと特別版ということで、いつもと音質が違うかもしれないんですけれども、今何をやっているかというと、ツイッターにですね、クラブハウスみたいなシステムができたのご存知でしょうか。まずクラブハウスを知らない人もいるかもしれないんですけれどもなんて言うんですかね、音声のツイッターみたいなやつって言われてたの、クラブハウス最初は。だけどいつの間にか、まあ、その音声のツイッターみたいって言われてたやつの機能みたいなやつがツイッターに内蔵されて、なんかもうツイッターですっていうこと、ね、何言ってるか分かんない人調べてください諦めてくださいで今日ちょっと実験的に、そのツイッター夕霧のツイッターアカウントから声を、まあ、リアルタイムでお届けできるっていう、夕霧スペースっていうのをちょっと今やってみています。そこで実験的に公開収録をしております。で今日は何の話をしていこうかなってちょっと考えてたんですけど、最近ですね、やっぱもう相変わらずお勉強が楽しくてですね、まあこのポッドキャストの中でもここ最近はね、アドラー心理学についてしばらく解説していたりとかしたと思うんですけど、そういうのを勉強しようと思った一番最初のきっかけの学問が文化人類学っていう学問だったんですよ。で、文化人類学とはってなるじゃないですか、多くの人がいや、なると思うんですよ。でこれびっくりしますよ。文化人類学ってどんな学問ですかって聞いて、とうとうと答える人いたらね、マジでぶったまげるんですけどね。まあ、たまたまそういう学問とちょっとご縁がありまして、自分でもいろいろ勉強してみたいなと思って本を読み始めたところ、お勉強ってなんか学生の時はあんま好きではなかったけど、やっぱ楽しいなって思ったんですよね。でそれをきっかけにいろいろ心理学とかの勉強もし始めていて、いやでもね、ちょっと脱線しますけど早速脱線するんですけど、これ信じてもらえるか分かんないんだけど、わち高校生までは進学校だったんですよ、本当にまあバーチャル、とあるバーチャル地域の中で、一応トップ校と言われる学校に通ってたんですよ。こう見えて、いやどう見えてるか知らないですけど、ただそれの残念な話が一個あって、なんでそのトップ校に合格できたかっていうと、その当時ちょっとそのお勉強を教えてくれてた、まあ、中学生の時ですね、お勉強を教えてくれてた人のことを私はすごい好きだったんですよ。でもその人に褒められたい一心で勉強しまくったんですね。だから全ては性欲のためなんですよもう性欲という、もう中学生のえげつないパワーある性欲にかきたてられて、ものすごい勢いで勉強して、そしたらすごい点数が上がりまして、なんかいい学校狙えるねっつっていい学校狙って入ったんですけど、高校に入ってからは、まあ、その性欲の対象と、まあ、はめまして性欲がね叶ったので、ね、あんまりこうお勉強をするな火力がちょっと足りなかったんですよねちょっともう高校入ってからはあまりお勉強することはなく、ただはめるだけのね、そのお勉強を教えてくださっていた方もやっぱあっちの暴力的な性的な魅力の前ではもう勉強を教えることはできず、ただはめることしかできなかったんでね、まあ、その後は軒並み成績は下がっていったんですけれども、まあ、そんなわけで勉強は一定のところまでできたんですけど、まあ、それは全て性欲のためであって、勉強が好きでやったことは本当にないんですよくお前それでしくじり性教育、まあでもいや誤解のないように、あぶねあぶね、性教育は楽しんで勉強してますよ。そのなんだろう、性教育ってな、あんま学問顔をしてないとわっちは感じたのね。でも本当は学問顔をしてるものよ、本当は。ちゃんとした有識者の皆様はすごいちゃんとこうねシャキッとして、これは否認はこのようにしますとかね、由緒正しくトークしてらっしゃると思うんですけども、私の中ではちょっと、まあ、性教育は好きでしたね。まあ、それはもちろん楽しく勉強してましたけど、やっぱでもそれも結局性欲じゃん、やっぱ結局もうあっちを勉強へと突き動かす原動力は今まで性欲しかなかったんですよ。
本当に。なんだけれども、まあ、そのたまたま文化人類学っていう学問と出会い、もうそこはあの性欲じゃなく興味で入って、でそこからいろいろ勉強したいなって心理学勉強するようになって、まあ、いろいろやってるんですけど、その入り口の文化人類学って何ぞやっていうのが結構むずくってだもんで、わちくしですね、先日、早稲田大学のオープンカレッジっていうのがあって、まあ皆さんね、よくご存知のいわゆるあの早稲田です。あの早稲田があの一般向けにね、まあ、学びをそのね、難関の入試を突破してきた人に向けてだけでなく、一般の人にもこう学びを提供しますよっていうのでやってる、まあ、カルチャースクールみたいな感じです。カルチャースクール勉強版みたいな、まあ、カルチャーですからあれですけど、まあ、カルチャースクールですね。はい。で、そういうのをやってて、早稲田大学さんが。で、まあ、こういうご時世なんで、ちょっとあんまりどこかに出向いてっていうのも厳しいなと思ってたんですけれども、その中で人類学の講座がオンラインであったんですよ。で、全部Zoom のウェビナーっていう機能を使って、お話ししてくださると。いうのがあって、それを受講してたんですよね。で、それがね、全3回、1コマ90分とかで、全3回で1万1000円とかだったかな。だから、だいたい1回3000いくら、1講義3000いくらとかなんですけど、まあ、高いな、と思うけど、高いけど、でも妥当じゃない？だって大学ね、入試やって大学入って、なんちゃらしようと思ったらね、もっとお金かかりますからね、むしろこんなスポットで喋ってくれてありがとうございますっていう感じですよ。で、講義してくれるのは、早稲田の先生だけじゃなくて、今回担当していたのは岡山大学の松村先生っていう、まあ、私が本をほとんど読んでるめっちゃ好きな先生なんですけど、まあ、その先生がやるっていうので、いや、これは受けさせていただきますって言って受講してたんですけど、そう、これは何をやるかっていうと、まあ、人類学がどのような学問であるかを、まあ、その松村先生的に、まあ、分析しながら今見えている視点で語りますみたいな講義だったんですけど、ね、変わり続けてるんですよね、この文化人類学っていう学問が。なんか一番最初は何ていうのかな、まあ、あとじゃないですか、植民地とかね、皆さん歴史でお勉強したりとかしたと思うんですけど、まあそういう感じで、はーい、ここ俺の土地にしよっかなーみたいなのでさ、ボンって旗立てるやつなんじゃん。やっぱあれをしていく中で、そのまあまずは一個自分の国っていうのがあったとして、その自分の国じゃないところの人たちとの出会いがあり、この人たちってどんな人なのかなっていうのをなんか研究しようみたいな感じで始まったのが、まあ、最初の文化人類学なんですね。だからなんかもう100年前ぐらいの話なので、なんかこう今で言うところの人権がとかっていうのも本当全然なかったので、ね、すごいんですよ。人間動物園みたいなのが20世紀初頭にあったらしくてね、そのだから自分もともと住んでいた国と違う地域行って、その方々を何人かおいでやすってして、自分の国のところになんかエリアみたいなのを作って、何々族みたいな家を公園の一角に建てて、そこでこう暮らしてる様子を見るみたいな、今やったら本当大変なことになるんですけど、まあ、結構そういうのもありながら、なんかその自分とは圧倒的に異なる人を研究しようみたいな、だからこのラットで実験しようくらいの、そのぐらいの入り口だったんですよ。ただやっぱその時代がどんどん近代に近づいてくるに従って、やっぱ今と同じ今の価値観のように、いや、そんなそれは差別やんけとか、だからいろんなことに、まあ、人々が気づきだし、ああでもないこうでもないと、いろいろとその様子が変わっていってるんですね、文化人類学ずっと。で、まあ細かい話をしようと思うと、ちょっと もっとちゃんと資料をちゃんとこう読み込んでね、やんないといけないんだよ。もうほんとざっくりしか喋んないですけど、まあそういう風に圧倒的に違う他者っていうのを、何が違うのか
分かろうみたいな学問だったのがだんだん、え、ちょっと待って、ってか、え、違くなくないみたいな。私たち結構もともとは同じ人間だよねみたいな。そんな全然違うレベルの違う生き物みたいな扱いしてダメだよねみたいな時代が来て、さらにその後に今はね、どっちかっていうとね、その他者を理解しようみたいな感じで始まった学問なんだけど、なんかそれをどんどん突き詰めていった末に、っていうかさ、他者って理解できんの？って言い始めてるんですよ、この学問。だからそういう風にこう、なんかわかんないです、他の学問もそうなのかもしんないけど、数学とかも、まあ、そうなのかもしんないけど、変わっていってるのかもしんないけど、まあ、特にこの文化人類学はこう一言で人間をこういう風に見つめる学問ですとか、こういう風にするためにある学問ですとか、ちょっと言い切れない、その人を見つめながらこう自分も見つめるみたいな、なんかね、どん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 変わっていく学問なんですよ。だからその正解っていうのはあんま出さないんですね。でそこがわっちにとってもすごい刺さったというか、結構そのしくじり性教育をやっていく中でも、なんか正しい知識をとか正解を教えてくださいとか言われる中で、わっち自身が、いやでもな、これが正しいセックスですってわっちが言えることじゃないしなっていうので、ずっとこう悩んでいて、でも性教育っていう看板掲げてるからには誰かに何かを伝えなきゃいけないし、わっちはどう生きていけばいいのかなってすごい悩んでいたところに、この文化人類学っていう、もうずっとあり方さえもずっと変えていて、あんまりこう答えを出さないからといって、これは意味のない学問なのではなくて、その問い直すためにすごい有効なんですよね。そのいろんなこう問いがあるわけじゃん。人間はこうこうこうなのではないかとか、こうであることを証明するために研究しようとか、いろいろこう最初に目標というか問いを立てると思うんですけど、そもそものその問いがあんまりこう自分の向かいたい目的地に対してあんま近くないところにあることとかもあるんですよ、生きてると。でそういうのを、その問いの立て方じゃないかもっていうのを見つけるときに、この文化人類学っていう学問のものの考え方すごい有用なんですよね。っていう風に、なんだろう、答えを出すのは得意じゃないし、なんか何かを決めつけたりもしたくないから、強い言葉あんまり使わないんですよ、この文化人類学の学者さんたちって。まあそうかもしれないけど、でも人間ってそうも言い切れなくってみたいな、こういう人もいてって、なんかもうずっとね、ああでもないこうでもないってこう言っているのがこの学問なんだなっていうのが、まあその早稲田の、オープンカレッジの講義を受けてすごい伝わったというか、こう一言で文化人類学はこうであるって、なかなか言えないからこそ、なかなか言えないから認識もされにくい、一般的にはね。なんだけど、だからこその魅力もあるんだなっていうのがすごい感じれたので、やっぱその勉強するのってこういう感情になるためにやるんだなっていう気がしましたね。こう何かを勉強して正解を知ってそれを生かそうみたいな使い方だけじゃなくて、あ、なるほど、学問っていうジャンルにおいてもこれでもういいんだみたいな、なんか、いや、それちょっと失礼なニュアンスに聞こえるかもしれないけど、じゃあそうじゃなくて、なんかいろいろ人間至らないなって思うことあるじゃないですか。自分こんなんで良くないなとか思うけど、なんか、あ、それも自分なのかって思えるきっかけになる学問なんですよね。なんかよくあるの、よく最近その勉強しててよく出てくる表現が、揺れているっていう表現を文化人類学の中でよく使うんですね。でその人はそのすごいしっかりとした感じでいたいっていう時もあれば、怠惰でいたいみたいな時もあって、そのどっちが本当の自分なのみたいなのって、こう私たちってこうすぐに白黒はっきりつけたくなるんだけど、でもそれってやっぱ白黒つかなくて、しっかりした自分でありたいっていうのと怠惰でありたいっていう間を揺れているのが自分なんじゃないかなみたいな話をしたりとかよくするんですよ。だからわっちは最近この揺れているっていう表現すごい救いになってますね。なので
そう、最近はとにかくこのお勉強するのがすごい楽しいですと。で、珍しく、性欲に突き動かされることなくお勉強できていますという、そういうお話でございました。はい、まあこんな感じでいいですかね。ちょっとお試しなんで、ちょっと このエピソードを実際ポッドキャストで配信できるかもちょっとわからないので、一通りこんな感じで私の近況報告をさせていただきました。いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございます。この後は、17時からですね、夕霧ピクシブファンボックスの会員さん限定でズーム飲み会がございます。あ、じゃあちょっとこれハッシュタグ夕霧スペースでちょっと URL つぶやきますね。これ夕霧スペース、17時からのズーム飲み会はこちらと。飲み会は、はい、ちょっとね、ここのね、17時からのズーム飲み会でね、ちょっと初めてみんなにね、ちょっと伝えたい近況報告があるんでね、それを喋るの楽しみにしてるんだよね。わっちは基本このズーム飲み会はアーカイブとか残らないので、本当に言えない話ばっかりしてます。17時からの方は、月額3000円支援してる方が入れる飲み会で、17時45分からの方は、月額1000円からの支援で入れます。17時45分からのズーム飲み会はこちら。はい、で、45分の枠はこっちですね。はい、こちらです。はい、これをつぶやきます。はい、 OK ってなわけで、まあ、今日はね、ハッシュタグ使ってコメントしてくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。見えてますよ。なのでぜひね、この後は、17時からはズームで直接お話できたら嬉しいなと思います。それではスペースのテスト配信お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。これにて失礼します。ありがとうね。またねー。